さあ将棋クエストやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ね、最近ハマってるのが棒銀なんで、棒銀でいこうかな。でも相手は多分棒銀対策ができてるんで、こっちも金上げて、ちょっと相掛かり風ですね。まあ下がって、でこっちは金を多分4段に飛車を残すんですよね。このやり方って結構僕も棒銀の、相手が棒銀してきたらこの対策はするんで、まあ一応対策を指しといて、ちょっとに勉強をしていきたいなみたいな。こっちで上げて、飛車があるとこう上げた時に通ってこう上がった時にちょっと相手が一手有利なんで、まあ雁木に組み直してやり直すってのもありですよね。まあ、最近よくやるのが棒銀して、まあ、ダメだったら、まあ、相手も逆棒銀してくると思うんで、右でしたら今度は左から棒銀してくるみたいな。ちょっと左側で雁木作ろうかなと思ってるんで、角で上がって金で上がって、ああそうね、雁木って形よりは銀で来て、そうっすね、銀で上がるのはあんまり良くないか。と言って銀で上がって角で上がって、まあ本当は上がって銀で上がって寄せて金か、一応雁木で、で飛車をちょっと動かさして、で棒銀攻めていきたいなとかちょっと思ってるんですけど、どうか。桂馬跳ねていくのも面白いですけどね、棒銀の方で。棒銀で桂馬跳ねて、まあ、一応雁木作るんで、これに対して歩打ったら同歩同銀同角で、ここで上げたら同銀角同飛、なんかもう正直銀を5段目に移させてる時点で相手が有利だと思ってるんですけど、まあ、それだったらこっちにして、こう筋にして歩打たれたら飛車が逃げるから下がったらもう銀でいいか。ちょっとねこんなことしないんですけど、まあ、これでいい。数字に来ても後ろに下がったら右側の方の棒銀で3五歩ってつける。ああなるほどね、そうなるわけですね。歩でついて同飛ってさせて、でまあそうすると同歩でして歩で蓋してってすれば、ああでもそしたら角の道がないですよね。どうしたもんかな。飛車が来て突破されてボロボロになりますよね。かといってじゃあ銀で上がるのが吉かな。まあ、こういう風になると戻りはできないですから、銀で上がって同銀、そしたらもうこっちから攻めていくか。ここは取られるのしょうがないんで、ただこれ銀で取ると飛車で回られるんで、棒
品としては失敗かな。ちょっと待って、ちょっとセコ手で。頭に降ってくるんですけど、まあ、強引に行っても良さそうだ、まあ、こっちは角がピンチなんですよ。そう来るんだったら降って射抜かれて、銀で上がって、まあ形勢としては相手の方がいいと思うんですよ。左側7から9筋のところが完全に ほぼ崩壊してる形ですし、まあ、相手に角が渡っちゃってるんで、まあ、5-5 に角とか打たれるとちょっときついんで、ちょっと早めに飛車を動かしたし、居玉になっちゃってるんで、玉と金飛車は動かさないと、まあ、5-5 角は怖いかなって形です。5五角に対して角持ってれば対応しやすいんですけど、5五角の場合だと7筋も効いちゃうんで、だから5五角対策で6五振ってあげとく、5六振ってあげてて対策するのは相当ありかな。これ飛車で上がって歩打たれて、飛車上がって歩打たれて、まあただ行く気はないですよね。銀かな、回ってもいいなと思ってるんですよ、8筋に。多分8筋に回られるのを警戒してね、単純に2三歩ってわけにはいかねえなとは思ってるんですけど、ただやっぱ2三歩いかないといけない、まあ、強く出るならやっぱ5五角、あ、もう5五角はないですから、まあ、一気に3七とか攻めてくるのもあるし、もっと強く出るなら3-7-6銀とか、7六歩もあるよ、7六銀は結構強気な一手だと思うんですけど、7六銀に来て同銀同飛同歩で回り込むとか、まあ、一応3歩の場合は、あ、金か、こっちに、こっちに回り込もうと思ったんで、これをね、ほっとくわけにはいかないですよね。で、どうぞ、さすがに桂馬か。で、どう、これはどう取るんですかね。歩かな、で打ったらさすがに銀とかで受けとかんと、こっちが飛車を作って攻めても微妙っちゃ微妙なんで、強引に飛車で8一飛車成で、その後の、まあ、6二銀っていうのはいい手だと思うんですけど、まあ、その前にこれが同飛よりは、まあ、もう一回銀打って詰めるとか、まあ、角が強引に8七角成とかもいいやですね。一番嫌な8七角成とか、8七角成だったら同金で、まあ、8七角成、それでは歩
て、でも銀取られるのは嫌ですよね。ああ、そうきました。ここはしっかりと対応しないと負けますからね。ちょっと上に逃げるところに歩があるのが邪魔なんで、多分包んでくるんでね。こっちの方が3手4手遅いですね。上に上がっていきたいですね。金と銀があるんで、正直4段目ぐらいまで上に上がんないとちょっときついかな。で角2枚あるんで、やっぱ角2枚は生かしたいですよね。多分、うん、そうですね、2六銀とか、それか、あ、2七金もいい手なんじゃないですかね。縛ってくると思うんですよね。ああ、縛らないか。これ金上げて下に銀打たれたら上に逃げるしかないから、上に逃げたら金打たれて終わりですから、金打たれて銀で離れて、まあ休んでるかなですよね。上に上がったら金打たれるから横にずれて、上上がったら金で、いやそうでもないか、多分金打たれて下に降りて銀で負けか。竜で詰めて銀打って、そうですね、まあ罪ですよね。ないですよね。総選やっていきましょう。まあ序盤は、まあ、棒銀でいってたんですけど、まあここの歩の手が喜ばれたっていうのはちょっとテンション上がるんですが、まあこの歩も、まあちょっと角道開けて銀棒銀対策みたいな攻めてくるんで、まあ矢倉雁木組んだんですけど、まああんま良くなかったかなと思って、まあ結構ずっと先手が優勢で、ここの角の上がりは良くなかったです。ちょっと試してみたいなと思って、ここで角で上がったらどんな結末になるんだろうと思って、あんまいい手じゃなかったんですけど、まあこの手をするとダメだってのが分かったんで、まあ本当は推奨は4四角か。そうですね、4四角の方がまあ飛車にらめるし銀もいけるしって、こっち寄っちゃったんで、まあ正直ここからずっと苦しかったですよね。でこの歩も良くないですから、これは実際は推奨手がないですね。まあここで角がもう死んじゃったんで、まあ飛車を下にずら、飛車を5段目に移してから右の棒銀で行こうみたいなこと思ってたんじゃないですかね。まあもうこの時点で戦略が破綻してるんで、早めに雁木に向かって囲いを充実させた方が良かったかもしれないですね。まあこれも握手ですよね。なんでこれ右ついたんだろうな。右ついて同歩同香みたいな形を思ったんじゃないんですかね。まあ、実際4四銀が良かったと。4四銀か。ああ4四銀で、まあでも4四銀で同飛って走られたらどうすればよかったんかな。4四銀で6五飛って、6五飛か。4四銀6五飛。4四銀ってして3二7八飛車なりってのは、あ、まあそこ同飛があんのか。何を言ってんだ。6五飛で4二角。うん、まあ相手もこれの受けは良くなくて、まあ飛車を回れってのが正解ってことですよね。で同香で、まあ打って、まあ、これも良くないってなってますね。本当は1五歩が良かったと。あ、まあこれ、まあ、
正直角取って浮かれても角取られてるから、まあ、必要な、まあこれもここは正確なのは2六角だったのか。2六角4四銀、そうね、4四銀ってのを早くやらないからずっとこう形勢が悪いんですよね、まあ、そこに気づけないんでね、まあ、これの同銀も疑問か。推奨1五歩さ、この同銀も良くなかったですね。これ2四、ずっと2四銀をしてるんでね、でもあとはもうボロボロですよね。ちょっと思ってんのが、ちょっと思ってんのはこの変換点のところがありましたよね。まあこのごちゃごちゃってなってるとこなんですけど、ここら辺からかな。ここら辺からちょっと僕が思ってんのが、一回この局面から対局再開にして、でコンピューターレベルをだいたい初段とかにしといて、で相手がそうですね、まあ6級ぐらいにしときましょうか。5級にしますか。違う、先手じゃなくて僕が後手だから、5級と初段か。こうしたらどんな展開になるのかなってのがちょっと知りたいみたいな。だから全然違う展開になると思うんですよ。大手、ちょっと早いな。大手、まあでもやっぱ展開としてこの時点でどうしようもないってことですよね。まあでも互角か、互角まで戻せるんですね。最終的にこの自分が考えてる手とか、自分がこうこの子やっていきたいっていうのが、この AI 同士でやってる時に自分がさせるようになっていくといいのかなと思ってるんですよね。でも完全にこっちというか、やっぱ後手が、まあ、序盤というか序盤で不利になったのを、まあ、そのままいかれる感じですよね。だ、自分より上手い手の人がやったとしても、ああでもこっちのがそうか、まあ強さが違うんであれですけど、やっぱ上手い強い人が戦うと、あの苦しい盤面でも勝ちに向かうってことなんですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと反転させないといけないんで、角を上げて変なことにして、でこっからですよね。で相手が飛車引いて、実際は横にずれたんですけど、引いたら棒銀で攻めていこう。ああなるほどね、角を下を結びつけて銀対策みたいな形にして、角で挟まれて下がって銀で上がって、うん、こっち上がって銀引いて金でかぶせて飛車歩で角打ちの、あーなるほどね、ここを思い切って捨てるんですね。角を取りに行くんですね。でまあここの5五で、まあ飛車と銀取りみたいで、銀かぶして同銀で同桂、思い切りますよね結構。で馬が来て追って、で取りに行って奥に飛車打って、この場合は角で引くのかな、金で受けるんですね。金で受けて下がって竜を作って、でこっから歩と香車と桂があるんで、まあ歩、歩はあんま意味ないですよね。ああなるほど、竜が来るのを防ぐわけですね歩で。で回っ
って、でこっちも歩打つかな、銀で上がりますか。歩打つのは消極的か。銀で上がって引かせて、でまた銀打って、回るか。でこっちで右の方の厚みを作るってことですね。結局振っても攻めれないですから。この金の上がりは竜が来るか、まあ、角で攻めてくる時の対応なんですかね。ちょっと囲いを作る感じですね。でこれ銀で上がって桂馬か、桂馬打って引いて馬でずれて金で対応して、玉でちょっと囲いを作りながら歩を打って、で桂馬跳ねたら絶対やられちゃうから、うん、香車で飛車狙って、で7二に、あどうとか同銀同桂で飛車で上がっとって、うん、で馬が引くのか。これでちょっと飛車を縛る感じですよね。まあ、香車も狙えるし、で香車で受けて、なるほどね、これで香車を受けるっていう発想がすごいですよね。やっぱで引いてこれ銀取って同銀で、うん、歩で攻める。あ桂馬か。はあ、なんか桂馬ってのは使うのが難しいから素人が手出せないイメージがあるんですよ。うわーじっくりしますね。これ次に銀とかを狙うって形なんですか。そこも竜で回るかですね。これはこの一手からやっぱ大きく変わりますね。この6六歩かな。ここを来た時に6六歩って手は思いつかないですよね。なんか7六歩とか打っちゃいそう。これは味のある一手ですね。やっぱこういうのを考えつかないと初段にはいけないってことですね。ああこれもちょっとここの竜の下がり方も味がありますね。で銀で上がって、まあなんかここ別に飛車取られても下がるんですかね。でも上に上がって積極的に行くなら4五、でも4五もだこの返しの一手がいいんですよね。角、うん、答えはやっぱ引くのか。で銀ってどう、歩で銀取らないんだ。これ馬が入ってるんで、そうか、歩で、でも歩で打ったら馬で飛車狙いに来てるんですかね。やっぱこの味のある一手というか、まあ、さっきの歩もそうですけど、ここで攻め込まれた時に踏み込むと。で銀、あこの銀の引きってのもなんかちょっと微妙な一手な気がするんですけど、結構いい手なんですね。でこれで成って香車を打つのか。なるほど、これを見越したんですね。引いてその後の香車を狙って引くってことですね。はあ、であわよくば歩のところも2筋もディフェンスすると。で同飛で同銀で、だからこれ銀が引いたからいけたんですよね。で、金取ってで王手で竜にもなって、で下に銀打つか。あ銀打ったら飛車が縛られて、あなるほど、これふんどしの形して同歩で同馬か。あなるほどね、同馬じゃなくて銀で飛車の馬のところを解除しに来るわけですね。この視点の広さがすごいですよね。やっぱ自分の盤面だら、やっぱこのちょっと待ってくださいね。やっぱここの桂馬ってのでやっぱ勢力が大きく変わりましたよね。桂馬打ってで歩でバラしてで銀で突っ込んできて、まあ、ここは逃げ切れるからで銀で受けても、銀できて同飛車取って腹銀になるわけですね。ここは同銀だと馬が入ってくるのかな。どっちで馬入って同飛で香車で受けんのか。で引くんですね。まあ、じっくり行くってことですよね。
やこの負の駒とか攻めるタイミングとかやっぱ秀逸ですね。じっくり縛ってで飛車で攻防一体でして、で橋も使って、いやー初段とか級位者でレベル上げていくっていうのはこういうことってことなんですね。まあ相手はしっかりと囲まれて、こっから攻め筋がないってことですか。でだけどここで逃げ切ったから、こっちが角銀桂香であるから相手が囲いは硬いですけど、右側縛ってて左側から攻めていけるってことなんですかね。桂打って、これで桂打って馬が動かないのは、そうか竜が睨んでんでですね。そうかこの竜が効いてるんですよね。で同銀で香車か。いやこの手の終盤力ってのはすごいっすね。この竜を睨み利かしといて、まあ耐えればこの竜のところから一気に桂馬打って切り崩せるっていうのが分かってて、まあ耐え切って、ここが秀逸ですよね。銀桂馬打って馬取ってバラし、銀でバラして香車打って、でそっから角をこの54に放つってね、でなって締めた。なるほどね、140って書かれましたよ。まあこれくらいじっくりやっていけるような終盤、序盤終盤中盤力ですよね。自分がもうここでもうボロボロにちょっとなりながらも、まあ、うまく対応していけば勝てるっていうの